FC-1、FC 1フクロウ流、JF-17 サンダーパキスタン空軍の JF-17、FC-1、または JF-17 は中国とパキスタンが共同開発した短座式全天候型多用途戦闘機。中国ではフクロウ流、パキスタンではサンダーが相性となっている。生徒で開発されている戦撃自型と同様、 1980年代は、アメリカ合衆国、第二次天安門事件以降はソ連及び、ロシア連邦の技術支援により開発された第四世代機である。南ガパルバットで飛行するパキスタン空軍の JF-17、中国は、長らくミグ -21 派生の J-7 を、生産し、人民解放軍で、防空戦闘機として運用するとともに、 中小国家に安価に輸出してきた。しかし、1980年代に入ると、自国での使用のみならず、輸出商品としても、性能の陳腐化が目立つようになったため、アメリカ合衆国の航空機メーカーグラマンの協力の元 J-7 をベースに、アメリカ合衆国の技術を取り入れた、新戦闘機スーパー7を開発する計画を開始した。 ところが、開始直後に発生した第二次天安門事件の余波により、アメリカはじめ西側からの技術提供が打ち切られることとなり、死体を余儀なくされた。スーパー7は新たに FC-1 と名前を変えて、開発を再開し、中国第132航空省が担当することになった。そして、パキスタン空軍からの協力で、海 -16 の特徴を参考にし、 開発を加速した。また、関係を改善した、ロシアのミコヤン設計局で開発を進めていた、単発小型戦闘機41の開発で得られた、技術も開発計画に活かされている。しかし、パキスタンもまた度重なる、各実験により国際制裁の対象となった結果、パキスタイ空軍が熱望していた、西側製アビオニクスの調達が不可能になってしまった、ため、 アビオニックスは機体開発よりも後の段階で別途開発することとなった。FC-1 は2003年9月3日に初飛行を行い、2005年までに試作機3機が完成主角主飛行試験を行った。2006年に完成した試作4号機では、性能向上のため大きな特徴である DSI の採用や機体の軽量化などの解説計を実施。 この仕様が量産型の元になった。2013年6月のパリ航空省において、複座型 FC-1B の模型が展示された。これは転換訓練用の複座機で、後部座席を設置したため搭載燃料では少し不利で、あるが、短座型と同様に実戦への投入が可能な機体を目指している。パキスタン向けの JF-17B は、 2017年4月28日に初飛行した。2015年には初期型のブロック1の機上酸素供給システム及び電子線システムに改良を加えたブロック2が初飛行している。さらに発展したブロック3は2020年1月1日に初飛行に成功したと報じられた。J-7 の機種にあったエアインテークは電子機器搭載スペース拡大のため機体側面に 移り、機体各部も J-7 より、空力的に洗練された。大幅な解説系の結果、今までの J-7 系列とは、外見が大きく異なり、主翼全部のストレーキや垂直安定板基部の処理など、むしろ、回 -20 に近いフォルムとなっている。そして、回 -35 より早く、世界で初めて、ダイバーアダレス超音速インレットを実機に装備している。 パキスタ空軍の JF-17 コックピットは3機の多機能ディスプレイを装備したグラスコックピットとなり、ブロック3では J-20 で使用されるものと同様の新しい、より大きなホログラフィック広角ヘッドアップディスプレイ、および統合コックピットディスプレイになった。大型化、高性能化が図られた中国国産の KLJ-7 レーダーにより、探知範囲は増加し、 視海外攻撃能力を獲得した。さらに、ブロック2では改良型の KLJ-7V に、ブロック3ではアエサ方式の新型が搭載されている。このほか、ブロック2では改良された、空対空及び精密誘導兵器の統合を処理するための改良されたデータバスが装備され、機上酸素供給システム及び電子戦システムの改良が行われている。 ブロック3では J-10C、J-16、および J-10C で使用される高度な赤外線ミサイル警報装置が新たに装備され、アビオニクスのコッツ化も行われている。機体制御には縦方向のみデジタルフライバイワイヤーを採用し、横方向はコンピュータ補助の機械式制御となっている。FC-1B では操縦系統が一新され、 三軸安定式よえ、デジタルフライバイワイヤーとなった。この改良は、以降製造される短座型にも適用される。エンジンは、ロシアクリームオフセイ RD-33 の、派生型 RD-93 を採用。全量をロシアから輸入しているが、中国では、RD-33 をベースにした WS、WS-13 が開発されており、一機が、 これを搭載して飛行したと報じられている。機内には2 3 0 0ラムの燃料を搭載でき、戦闘行動半径は空対空任務で1 2 0 0トル対地攻撃任務で7 0 0トルフェリー航続距離は1 8 0 0トルとされている。パキスタンでは JF-17 に空中受与能力を付与することで航続距離延伸を計画しており、 空中給油プローブについて、ブロック1使用の機体で試験を行っており、ブロック2で装備されるとされている。プローブについては2種類あり2013年初期のものでは、キャノピーフレームのすぐ後ろに配置されており、その形状と配置からデネルが設計支援していると推測される。2016年に確認されたプローブは、コックピットキャノピーフレームの下にあり、取り外し可能となっている。 ハードポイントは7箇所となり、新型の PL-12 などの中距離、レーダーホーミングミサイルをはじめとした、各種空対空、空対地、空対艦ミサイル、誘導爆弾や、通常爆弾を搭載できる。さらに、JF-17B 及び以降製造のの、短座型では、WMD-7 標準ポットに対応し、各種誘導爆弾の単独運用が可能となった。 一気千五百万ドルと作戦用ジェット機としては、比較的安価であり、共同開発相手のパキスタイ空軍のみならず、発展途上国のミグ -21 やカイ -5 の代替として、積極的な輸出を見込める価格となっている。購入した国中国の政府専用機を護衛する、パキスタイ空軍の JF-17 パキスタンは、2003年12月に、 中国と購入了解を覚え書きを交わし、最初の16機を中国とパキスタンで発機ずつ生産することになった。2007年3月23日に最初の2機がパキスタンに到着。同発表によれば2機の配備は実戦配備ではなく飛行評価を主とするものである。そして2009年3月7日、中国は先日のパキスタン正規を含む42機を パキスタンに売却し、同国と共同生産を進める契約に調印した。中国市、環球時報によると、パキスタンは将来的に計250機まで増やす計画だという。パキスタンでの生産初号機は2009年11月23日に引き渡された。その後2013年12月18日には、ブロック1の最終号機たる5十五機の納入式典が行われ、 さらにブロックに使用機50機の生産を行うことを明らかにした。また、2014年11月には既存のブロック1もブロックに使用に回収することを決定した。パキスタンとしては人民解放軍空軍にも同期が配備されることを望んだとされる。しかし、中国でハイローミックスのロー側を担うのは FC-1 よりも大型、重武装な戦撃銃型であり、 こちらはすでに量産体制に入っている。そのため、現在まで同期は中国向けに配備されていない。2019年2月27日、パキスタイ空軍は、軽装置のカシミールで自軍機の JF-17 が、インド空軍機の i グ -21 を撃墜して、パイロットの身柄を確保したと発表した。FC-1 の海外へのセールスは、パキスタン。 中国の双方がおの言っており、パキスタン側での制約が多い。前室の環球時報の記事は、パキスタンの軍事アナリストの話として、北朝鮮やアゼルバイジャン、タンザニアなど、世界で1500機の需要があるという見通しなと伝えている。約300機程度を、中東、アフリカ諸国に輸出したいとされている。2017年11月12日には、 アラブ首長国連邦アール・マクトゥーム国際空港にて開催された第15回ドバイ国際航空ショーに出展した。アゼルバイジャイ空軍は装備品の近代化の一途としてパキスタンから JF-17 の購入を計画しており、契約が交わされれば24機が導入される予定。また、スーダンが12機の JF-17 を購入する交渉を行っているとされる。 ジンバブエも12機の JF-17 を導入するとされているが、未だ実現していない。さらに、アルゼンチンのフェイダが2013年のパリ航空省にて、中国の生徒飛行機と FC-1 の合同生産について議論したと、される。2015年2月、アルゼンチンのクリスティーナ・フェルナンデス・デキルチネル大統領が訪中して、 FC-1 を20機購入する合意を結んだが、後のマウリシオマクリ政権はこれを中止したとされる。2015年6月、l t d e 総統選を通じて中国及びパキスタンと親密な関係にあるスリランカが採用を決定した。18から24機を2017年から導入する予定だったが、翌年インドからの圧力によってキャンセルとなった。 同期の最初の輸出として、ミャンマーが16機の導入を決定したことが、報じられた。ミャンマー空軍は2019年4月24日に、最初の6機の JF-17M を受領し、2019年12月15日には、メイクティラ空軍基地で開催されたミャンマー空軍、創設72周年式典で、JF-17B2 機の収益式が行われた。 2021年5月21日、ナイジェリアは3機の JF-17 を空軍に正式に配備した。パキスタイ空軍交換によると、2001年のアフガン空爆を支援した見返りに、アメリカから導入した海 -16A、B よりも高性能であると評価されている。また、本機は S-30 やミグ -29 にも対抗しうるとも言われている。 ファーンボロー国際航空ショーにて展示される JF-17 と搭載武装。ありがとうございます。